はい、では丸山から、年次大会の参加報告を行います。で、まあ、みんな結構いろいろもう紹介しているので、僕からは、要約の中でも、出力の、まあ、長さとか、まあ、出力を制御したっていう話をの、まあ、2つ、まあ、1つはコーパスの話なんですけど、まあ、その2件紹介しようかなと思います。で、最初に1個目なんですけど、そのクエリとか、まあ、出力帳を、まあ、入力して、まあ出力帳を、まあ、制御するっていう話ですね。要約だと結構こう、なんかこう、何を目的に、まあ、どこにフォーカスして要約するのかとか、まあ、その要約 最終的な出力の長さどうするかみたいな、結構そういうとこを考えたいっていうニーズは結構あって、で今回はそのクエリと、まあ、出力帳同時にこう考慮できるような、まあ、統一的な、まあ、モデルっていうのを提案しています。で中身は、まあ、内容選択モデルですね。そのどの単語が、まあ、重要かみたいなのを最初に抽出してあげて、まあ、その、まあ、その単語の重要度にみたいなのに基づいてこうコピーの機構とかをうまく使って生成してあげるっていう、まあ、この2段構造になっているようなモデルです。で、貢献は、その内容選択モデルにおける、まあ、そのクエリの依存非依存っていうのを、まあ、一緒にこう考慮できるっていうところと、あとはその、こう2段になっているんですけど、その内容選択モデルの方でも出力帳の制御を行ってあげるっていうような部分が貢献のになってます。で、どういうモデルかっていうと、まあ、ここに書いてある図のような構成になってて、であれですね、上の方にあるのが、ソーステキストだけを入力した場合で、まあ、下の方が、そのソースとクエリを一緒に入力した時っていうような構成になってて、で、まあ、最初にこう1段目の内容選択モデルの方からなんですけど、まあ、そのクエリを入れる時はそのアテンションの機構をうまく使って、そのソーステキストとそのクエリに基づいて、そのソーステキストのどの部分がこう重要そうな単語なのかなっていう、まあ、重要度を割り当てるっていうようなことをして抽出してあげます。で、まあ、クエリに非依存の時は、まあ、その単語の重要度みたいな部分もその最終、まあ、学習パラメータにこう一緒に含めてあげるっていうような構成です。で出力帳の制御は、ここでは、参照要約の文帳のエンベディングをこう一緒に入力してあげることで、まあ、出力帳を制御します。多分テストの時はその出したいこう目的の、まあ、文字数の出力帳に合わせてこうエンベディングを入れてあげるというような形になると思います。で、その次に、まあ、じゃあその内容選択モデル の、まあ、その重要度に基づいて、でまあ最終的な要約文を生成します。で、基本的には、そのポインタージェネレーターモデルがベースとなってて、で、出力帳の制御はその残存長さですね、こう1単語ずつ出力していくたびにこう少しずつこう残りの長さみたいなのをこう一緒に入力してあげると、まあ、出力帳を制御できるという話があるので、それを使ってあげて、まあ、要約文を生成するというような形です。はい。で、結果はまあこれで、まあ、出力帳をこう短くしていくと、識別率っていうのが高くなって、まあ、再現率は下がるっていう、まあ、こういう傾向から、まあ、短いこう文の中に、まあ、より重要な情報を、まあ、詰め込むことができているっていうのが分かりますというような、まあ、結果です。で一応、出力の例なんですけど、まあ、上から多分この質問っていうのはクエリに相当していて、で、ソース、まあ、これがソースのテキストでやってて、まあ、で下が一番下が結果なんですけど、まあ、その文章を変えるごとに、まあまあ、それに合うような感じでうまくこう重要な部分取り出してきて、しっかりこう要約できているようなまあ傾向が見られます。はい。で次にあとはこの出力帳制御を、まあ、次の文献に話が移るんですけど、その出力帳の制御をまあ考慮した、まあ、その出力帳を制御するっていうモデルは結構あるんですけど、まあ、それのための評価データっていうのがまあ存在しないので、そこを作ってあげましたっていうような内容で、作ってるコーパス2つあって、1つはその評価用の、1つの、テキストに対して、まあ、なんか複数のこう長さによって違うこう要約見出し文っていうのがついてるっていうようなデータと、あとは単純に学習用のコーパスですね。その複数はついてない、1つだけしかついてないんですけど、その学習用のコーパスの2つを作りましたっていうような内容で、これは朝日新聞が出しているコーパスなんですけど、
大体、記事がまあ1個あって、それに対して紙面見出しっていうのがあって、他にはこうなんかPC で見るときとか、まあ、スマートフォンで見るときとか、まあ、デバイスに応じて、まあ、こうデジタル見出しでこう長さがちょっとずつ変わっているっていう、まあ、データがあるので、そこをこう、のまあ対応をまあコーパスにしてあげたっていう話で、まあ、これ全部使ったのが、その複数の、出力帳に応じて、まあ、複数の、見出しがついているというようなデータで、あとこの記事と紙面見出しのここのペアが、その学習用のデータと呼んでいる部分です。で、大体規模は、まあ、評価用のデータだと1524件、まあ、1つの記事に対して見出しと10、13、26の見出しがついているものと、あとは下の方になるとかなり大きくなってて、まあ、10年分くらいの、記事と見出しのペアがついているというような形で、まあ、上の方は無料で公開していて、まあ、下の方はまあ有料ですというような、まあ、こういうコーパスがありますというような感じです。はい、報告内容は以上です。